アンドレアス・バウアーは、西ドイツ、バイエル州オーベルストドルフ出身の下、スキージャンプ選手、指導者。1980年代から1990年代初頭に、かけて国際大会で活躍した。バウアーは1980年12月30日に、地元オーベルストドルフでのスキージャンプ週間で、スキージャンプワールドカップ初出場し71位となった。 同シーズン終盤の 90m 級では6位となった。1982年、ノルディックスキー世界選手権代表に選出され、70m 級33位、90m 級17位、1984年のサライボオリンピックでは 70m 級11位、90m 級7位となった。 1985年ノルディックスキー世界選手権 70m 級39位、90m 級21位。1987年1月1日のスキージャンプ週間、第2戦ガルミッシュパルテンキルヒエンでスキージャンプワールドカップ初勝利。続いて地元オーベルストドルフで開催の1987年ノルディックスキー世界選手権 70m 級11位。 90m 級21位、団体6位となった。自身2度目のカルガリーオリンピックでは、団体6位、70m 級29位、90m 級34位、また1989年、ノルディックスキー世界選手権 70m 級18位、90m 級27位。1991から1992、シーズン5現役を引退。 ワールドカップ通算1勝、西ドイツ選手権では通算11勝を挙げている。現役引退後はラインハルトヘスの下でコーチを務めたほか、地元オーベルストドルフの SC1906、オーベルストドルフでノルディック複合のヘッドコーチ、2011から2012シーズンからは女子ナショナルチームのコーチを務めている。ありがとうございます。